1秒アドミン見ました。1秒アドミン見ました。なんでアドミン情報出さないんですか？どこにいるの？暗室の中です。中にいます。なんで奈々子さんとネロちゃんは暗室に入ってたの？最近マジでアマス楽しいんだよな。くるめていきましょう。パタネロクダウ。はい、紙ボタン。おー、うわー、白ー、おー、よかった。危ない危ない、これ鬼白いな。1秒アドミン見ました。1秒アドミン見ました。いや、真っ黒。はい、僕見てません。見てないわ。見てるって、あれは絶対に見てません。反応なくなったもん、竹尾さん見て。え、もう壊れたんですか？僕0秒です。7弦で潰してます。あ、潰してって言うのだろ。あ、おしぼり、いっぱい咲いてたわ。あ、くそ。どうした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 いきなり発症したと、なんかエルゴ発症したけど、今いきなり急にエルゴ発症してた。大丈夫か工藤さん。くそくそー、ナイスナイスナイス。高田さんって初手どこ言いました？初動初手脇です。初手脇は貨物から、エレ聞いてますよ。勝ちタスクでしょ。アルマリ見られてますよ。やってましたよ。残念でしたね。はい。ねえねえ、気分はどう？ねえ、畑そこ、今の気分はどう？ねえねえ。どう？畑そこ。アドミン潰せずに言われても何も。いや、じゃあ、ほんと、共犯の2人いるから、ゲンスタ、どの時も。いや、僕は全く見てないんだもん。いや、見てる。1秒も見てないんだもん。いや、だって聞いてんだって、俺が1秒でゲンスタが1秒だから、もう1人見てる人がいる。いや、だから嘘つきだよ。7ゲームどっちか一歩さ、もしくはマット。てか、アドミン見たのになんでアドミン情報出さないんですか？確かに。確かに。確かにめっちゃ狭いでしょ。おかしいよ、死んでないんだから。怪しい動きとかなかったの？いや、そう、死んでな、いや、死んでなくてもさ、怪しいの見た方がいいよ、マジで。強いて言うなら、コックピットが怪しかった。コックピットが怪しかった。見ておりやすい。いや、振り切っていいです、とりあえず。だけど、見てません、それ。見てんじゃねえかよ。結局見てるじゃん。怪しいんだよな、アドミン情報出さねえやつをよ。何のためにアドミン見たんだよ。あんな早く次のバージョンになってバグで動かなくなってほしいわ。アドミンちょっとバグでアドミン見れないんでみたいな、全然いいですよみたいな、そんな流れになってほしい。ダサコてめえ。あら、あ、死んでるんだ。ピカさんエレキに15秒前ぐらいに置いてきました。え、エレキだっけ か、 なんかエレキの8番に最後いますけど見てないです。ピカさんをエレキの8番ぐらいで置いてきた。多分アスタリスクしに行こうとしてます。で、はしご登ったらメインの真ん中で踊ってるナナコさんと立ち止まってるネロちゃんを放置して、僕は、金庫左の扉開けるぐらいまで行けてます。10から15秒前ぐらいで。ピカさんは停電直した人誰？おい、あくびしてただろう。いや、してないですよ。来るじゃん。はたさこが無理だと思う、僕目線で。ありがとうございます。位置的に怪しくなっちゃうかもしれないですけど、奈良子さん無理です。どこにいるの？暗室の中です。暗室の中にいます。
何やメインホール、メインホールに来てないってことじゃ、ピカさんは。いや、わかんない。それはわかんない。アンスの中に入っちゃってるから。除染室の中でピカさん見て、多分その後エレクトリカに降りてると思う。うん。うん、高田さんがね、最後アーカイブの右でダウンロードしてるの、僕、扉越しに見えたんですよ。死が。ああ、そうなんだ。死が見えてるから、まあそこまで来てないんだったら、ね、高田さんも。あ、ゲンさんと、うん。ふと、いました。うん。あ、じゃあ高田さんも無理だと思うけど。ごめんなさい。アンスさん、どこにいました？左上か。左上。だったら、ごめんなさいね、僕、シェリフなんですけど、シャワーメインエレキって通ってる時に、メインでキルボタンが光ったから、ワンチャンそれがピカさんかもしれないです。ん？キルボタンが光った？そうですね、停電中に。で、その後エレキの8番でタスクをやって終わり。シェリフってこと？シェリフです。ああ。で、なると、畑坂視点で俺とほぼ無理だよね。停電直したと上行って高田さんの死がアーカイブで見えてるって一緒なの。貨物で直したってことですもんね。そう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 。それさ、うん、はい。最後の7ネロってさ、メインのその除染の中に立ってたってこと？あ、除染じゃない。あ、じゃあその中？じゃあもう全く見えない状態ってこと？全く見えないです。あ、なんで伊豆さんは見えたのそれ？入る前に伊豆さんがエレキから出てきて、そう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 。ヤクマさんがアーカイブシャーメインって来てるんやって。で、すれ違ったんやったら、基本的にピカさん、シャワー方面じゃないですか？だと思いますよ。メインの右側いたから、僕が。なんで奈々子さんとネロちゃんは暗室に入ってたの？もう誰も来なかったこと。当たり前のこと。当たり前のこと。なんで奈々子さん踊ってたんですか？奈々子さんが悪いよ、でもこれは。俺が誘われ、俺が誘われました。なんで入ってたの？詰めるよ俺は。ムラリないじゃん。ハゲだハゲだハゲだハゲた頭を直すやつ。ナイスはい。あれミュートしてなくないですかピカさん。あ、いやいや。今、貨物バイタルのドア開けた人って誰ですか？ん？貨物した？あ、そうです、そうです、そうです。今かわかんないけど、多分開けたのは。今ってか、このターンですね。あ、はい、伊豆が開けました。あ、貨物から入ってったってことか。貨物から行ってバイタル見てる。ネロちゃんがこれ出て直したの？はい。おー、じゃあ、ドアないのか。でこれ、まあ、奈々子さんもちゃんと話しておくんですけれども、すみません、前回のターン、ネロちゃんがもしかしたらインポスターだったらいいなと思って、偽マットアピをしました。で、なぜそれができるかというと、さっきのターン、停電を直してるのが僕なので、僕、マットも否定できています。おぉ、はい、で、この2人は両方ともマットはいません。なるほどね。停電直してるのに、なんでマットアピしたんですか？停電直したってことを言ってなかったので、あ、すごい。なるほどな。そこ両老のパターンはあります。両老はあるんじゃないか。あるんじゃない。ピカさんしか死んでないからね。でもまあ1は確かにめっちゃ死んでる。でもアルマさんが移動した経路上に一応ピカさんがいたっていうことで合ってます、ね。はい、そうですね。シャワーメインエレキって言ってるので、うん、ピカさんはメインの右側に絶対用事があった人間だと思うから除染かシャワーとかで死んでるんじゃないかなって思ってます。除染はないかな。初手で除染をやってたのがピカさんだったのよ。はい、じゃあシャワーで死んでる。シャワーを僕がタオル入れやってて、でやってるんだったら貨物弁とか、もしくはそもそも来てないです。下の方にいるとしたら貨物弁当ぐらいしか多分ないんじゃないですかね。ちなみに定員私シャワーのタオル入れるタスクをやってて、開けたぐらいに高田さんがアーカイブのドアを開けて上に行くのが見えて、はい、それを見送る形で私は昇降機右のドアを開けて終わってます。駆動圏どっちかかなって思いますけど、駆動圏だったら駆動になると思う。駆動の下側の、うん、人だと思います。よりシャワー側が駆動。ゲンタカミーヤが黒なら僕がそもそもつながってる構図ですね。僕が一番手前にいるから。畑坂はね多分無理だと思うんだよな。普通に俺が貨物で停電直した時に、うん、ダウンロードのところにいる畑坂を見てラウンジアーカイブって言って高川さんを見てるから、
畑底は弁当使う時間はないですし、はい、畑底無線で俺が弁当使うあれもない。あれ、鬼切ってどこにいたんでしょうか、うん、難しいと思います。だから貨物からの弁当は否定してもらって、え、ああ、僕ピカクロス君死んだターンはあのボタンです。あ、あの あれじゃない、ワンチャンアーカイブからの弁当はわかんないけどね。ああ、うん、いや、ゲンさんは使えないな、それだと。ゲンさんぐらいしかアーカイブが入ってないから。いや、高田さん、あれ、え、どういうこと。あれ、高田さんいたよな。高田さんがあのシンプルにタスク、タスクじゃねえや、あれはできるよね、弁当できるよね。いや、鬼木が黒丸さん殺されてたんで、僕が黒丸さんを殺しました。はい、その現場を見てます。ああ、そういうこと、うん、なら七子さんが分かんない。七子さんアーカイブの方に行かれました。うん、いましたね。私はシャワーの乗船をしてます。リアクターになる前です、それは。笠子さん目線めっちゃ怪しいと思う。私めっちゃ怪しいですよ。エレキでリアクター鳴ったぐらいじゃなかったですか。僕と七子さんと高田さんとゲンさんがいて、ね、七弦が上に上がっていき、メイン、まあ、そこからどこ行ったか分かんなくて、高田さんがエレキにそのまま行って、でこれなんで、あ、俺と会う前に七弦が上行ったってこと。高田さん、俺七弦見てないから。はい、ああ、そういうことなの。うん、高田さん多分無限エレキですよね。畑底さんが左方面、私と奈々子さんが右に行って、私はあの除染の配線タスクは終わってなかったんで、配線タスクだけやって上に行ったって感じです。そう、俺は無限エレキで畑底に脅しをかけてたので、うれーって。左方面、いや、僕左方面っていうか、シャワーに入って勝ちタスクのところくらいまでしか行けてないです。なんで、ん、じゃあ畑底さんがだとしたら、畑底さんが奈々子さんがアーカイブ方面に行ってるのを視認してるはず。いや、死にできてないです。先に登っていったんで。当たったら対抗でいいです。リアクターの前にラウンジにいた人って誰ですか？あれ？ラウンジに多分もうゲン7あたりしかいないって聞いてる感じ。じゃあもうゲン当たるんだけど。え、ネロちゃんは最終位置？ね、アーカイブ入ったぐらい、あ、違う、バイタル見に行こうとしたんだ。ごめん、貨物にいてリアクターになってる最中ずっと。貨物から、下下ってバイタル見ようとしたらボタン。あの、ゲンハタ対抗だったらもう今釣っちゃえば勝てる。うん、インポスター落ちてるから。正直高田さんが七弦を見てないのもありえないと思ってるんで、高田さんもマットかなと思いますけど。俺って七弦見たの？もうちょっと本当に。いや、見てるでしょ。あれあれ見てるでしょ、さすがに。え、俺見たの？わかんない。畑底インポスターだったらさっきの時に俺殺されると思うから、畑底はインポスターじゃないと思うな。見てないはないでしょ。宮さんはリアクターの左直してたんで無理ですね。そう、違う番号ずっと入力してた俺。見てましたよね、高田さん。え、俺ガチで見てないよ、7件。見てないよ、俺見てた。高田さんは見えました。あ、見えたんだ。おい、ナイス。あ、ナイス。いいマットだから言ってなかったのか、本当に見てないのか。本当に見てない。あ、近い良好なはずなの。そっちのパターンなんだ。あ、よかった。高田さんが普通にアーカイブの弁当でシャワーの下行ってキルした可能性もあるなと思ってさ。そう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 。だから高田さんあそこの扉のとこにいたんで、大丈夫かなと思って。高田さんに安易に白出しちゃったと。